はい今回の動画は Google Chrome や Microsoft Edge で素早く閲覧履歴を削除する方法をご紹介しますでブラウザーの閲覧履歴を削除したいといった場合にもちろん、ね、マウスの操作で設定の画面を開いてという形でやっていってもいいんですけどもそれだと少しね操作が面倒なので実はショートカットキーを使ってですね素早く閲覧履歴を削除することができます それでは早速そのやり方ですけどもまずねこちらはね今 Google Chrome を開いてますけどもキーボードのコントロールキーを押したままシフトキーを押してもらってデリートキーを押します。そうするとね見てもらって分かるようにですね新しいタブが開いてですねこの閲覧履歴データの削除という画面が一発で開きますんでまあこれで OK であればですねこのデータを削除というところをクリックをすると閲覧履歴を素早く削除することができます。 はいでは次に Microsoft Edge でのやり方なんですけどもこれもですね Google Chrome とやり方は全く一緒ですなんで同じくコントロールキーを押したまま Shift キーを押してもらって Delete キーを押すことによって Google Chrome と一緒でこの閲覧データをクリアというね画面が一発で開きますんでこれで OK であれば今すぐクリアというところをクリックをすると閲覧履歴を素早く削除することができます。 はい、といったことで今回の動画では、Google Chrome と Microsoft Edge で閲覧履歴を素早く削除する方法をご紹介しましたけども、ちょっとしたことではありますけども、この閲覧履歴のデータをね削除したいといったときに、設定の画面からねやっているとねまあ、ちょっとこう手順が面倒なので、このねショートカットキー使ってもらえると便利なんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。